テル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 これくらいのテルテルにアツシがアツシが宿ります。そして白くなろうとして程よく疑われて釣られましょう。勝ち筋見えた。テルテルでーす。テルテルでーす。これ筋さんランダムですか？ランダムランダム。たまたまだ。ラッキー。神のお告げ。あ、本当だ。阿弥陀でやってんだ。ちゃんとやってんだ。阿弥陀です。すげえ、偉い。素晴らしいですね。釣られるぜ。釣られるぜ。はい。ということで、頑張ってください。頑張ります。頑張ります。もう自分の力で頑張るぞ。はい、では、ルーム閉じまーす。はい。行ってまいる。はい、ただいまー。はい。夜が明けました。恐ろしかったな、あの夜は。かまれるかと思ったわ。うん、危なかった。ED とヨシアさんがまだ戻ってきてますね。恐ろしかったな。DD さんとヨシアさんが来てない。はい。なるほど。じゃあ、ヨシアさん釣りで行きましょう。アーミー大島からわざわざアクセスしてくれてるのにフルボッコで SGGM もうめえなって来てるよ。 SG は SG だって。あっやるやるダントツ可愛いから。 GM の G ギャルの G ですね。俺の GG 俺の DD どこだ。ギャルの G だね。俺の DD どこだ、ね。はい、では、議論時間は5分になります。それでは始めてください。スタート。なんかおしっこ近いな。キャババだって。S 字キャババ。シャ。よし。吉谷さん。はい。人狼なので、吉谷さんを釣って終わりです。僕人狼なんですね。多分ね、僕人狼だと思ってて。あ、じゃあ僕釣っていただければいい勝ちだと思います。テルテル感。てるてる感出して拒否。じゃあ占い、占い出ちゃいましょうか。占い占い占いです。おはい、嘘。はい、狼また占いなの。え、マジで。マジで、まあ、でもありえなくもないもんな。占い対抗出ないですか。他いないかだけ知りたい。先に占いです。あー、来た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 。すごいな、すごいな。はいはいはい。じゃあ白崎いいですか。せーの、せーので、せーのでいいですよ、うん、いきますよ。せー、あ、3、2、1で、3、2、1お願いします。ヨシヤさん、アツシ、俺が白、ヨシヤさん。なるほど。だから、だからアツシ君がヨシヤさん釣ろうって時すごい微妙な気持ちでいた。冗談だから、冗談だから。じゃあここ以外から行こう。なんでそんな遅く出たんですか。え、一応なんかさっきの見てて周りの見た方がいいのかなって、他ができてから出た方が強いのかなっていう、うん、これ3人目で出る必要ないですよ。だって照れてるのもで、なんかその撤回するのがあれなのかなって、その上等手段なのかなってさっきの見たから、もうちょっと待ってれば普段より出て、逆に普段より撤回も多そうだから、その方がその情報が落ちるのかなと思って、うん、出るかどうかを待ってた。だって3チームあるから、だし撤回もしやすいから、結構出なければもう1人ぐらいはもうちょいしたら出るかなと思って、ただ出なくて遅くなりすぎて疑われるのも困るから、まあ今ぐらいかなって気で出ました。まあ疑う分には大丈夫ですけど。人狼では出てるパターンないっすよねこれ。いや、ありますよ。あるかな。だってあんなに遅いんだもん。全然可能性はありますよ。狂人もテレテレも出ないんだ。じゃあ出ようっていう可能性は。これちなみに、え、ジジーさん何て言いました今。ジジーさん何すか。トンカツさん誰に白出しました。あ、俺です。あ、アクシです。あ、うん。これちなみにもし仮に狂人で出てた場合って、初日からあの人狼っぽいところに白打つ行為とかってありそう。あるんじゃないですか、うん、まあ全然あると思います。でも分かんないですよね、人狼誰か。うん、
いやむずいな、まあ、でも聞いてて、俺もあんまテレテレ入れをやってなかったからあれだったけど、コンコンさんのは確かにあの人狼っぽいって言われるとなるほどと、そのだから狂人とかテルテルが 出るかもしれないから待ってた人狼っぽいって言われてみたら分からなくもないかなと思ったんで、結局今後さんは人狼チームではなさそうだなって今のは思ったけど、結局人狼じゃなくてもテルテルの可能性はあるわけだもんね。難しい。テルテルの可能性はかなり今回は人狼っぽくなるとは思ったな。グレーから行きます今日どうします、どっから、うん、グレーから行くんだったらもう3択ですよ、うん、グレーからでもいいじゃないですか、グレーから、でもグレーにテルテルいそうなのよね。いやまあでも多分2分の1で外すよりは3分の1で外した方が確率的にはいいと思うんですよ、ね、うん、あそっか、テルテルするぐらいなら村人つった方がいいのか、うん、でも村人も結局我々の城先テルテルの可能性はあるから、うん、あ、そう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 、うん、じゃあとりあえずカンナで大丈夫ですね。絶対言うと思って今絶対言うと思った、また叩かれる、視聴者に叩かれる、叩かれちゃう、いいよ、また釣っても全然。視聴者ではとんかつシーン、とんかつシーン、とんかつシーンでとんかつの熱狂的なファンが言ってます。ありがとうございます。俺は信用してないからね、白出されてもまだ信用してないからね、とんかつのこと。DD さん誰ですか。いやでも逆に占い2連チャン出ねえか。本当に占い来ないと。ん？あ、DD さん。ああ。ね。あ、山さんです。山さんは人狼だね。山さん釣り。山さん忙しぶって来ねえんだもん今日。最近来ないな山さん。ね、次来たらさ、久々っつっていきなり初日釣りしようぜ。やりたい。じゃあグレーから行こうか。今日はグレーから。グレーで足行こうか、行こうかね。はい。オッケー。議論時間終了でございます。よっしゃ。はい、それでは投票順先ほどお伝えしている通り、チャットの方に投票、書いておりますが、あつしさん、とんかつさん、DD さん、かんなさん、浅井さん、よしやさん、こんこんさんの順番です。これ網棚なのですいません。45秒で、投票を先をお願いいたします。ではまず最初にあつしさんからよろしくお願いします。はい、俺占い師はとんかつだと思ってます。まずとんかつが2連チャンで占いって本当に占い師じゃないと出てこないと思う、だからちょっと目入っちゃうけど、でぶっちゃけグレーみんな白く見えちゃってるからわかんないんですね。いやわかんないですね、全然わかんないですね。いいですね。いいですね。こういうゲームは。だってわかんないもんね。ねえ。わかんないですね。カンナに入れます。カンナ人狼。終わり。はい。はい。では続きまして、コン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 。カンナ人狼。真っ黒い投票しよう。はい、あ、なるほど。わかんないんですけど、まあ、散らしたいんで。今日は山が恋しい。DD さんに入れます。デイデイ。はい。あ、普段なんかわりかし、まあ山さんをいじってるだけかもしれないですけど、普段わりかしちゃんと考察してくれるんですけど、最後短い時間の中で、時間を終わらせる感じが若干出てたなっていうふうに思いました。あ、おしっこしたい。あ、すぐおしっこしたい。はい。では続きまして DD さんよろしくお願いします。あれ今日ソルマックいないね。そうっすね。コンコンとカンナちゃんと俺がグレーなので、あ、シュシュシュ、ちょっと待ってくださいね、10秒ぐらい待ってくださいね。あー村だな、テニさん村だな。まあ僕もでも一応シーンはとんかつさんかなと思って見てます。人狼あるな。で CO の数がちょっと少ないので
とりあえず吉谷さん、はい、あ、スムラだろうと思っています。相馬くんの貯金なくしちゃったかな、私が申し訳ねえ。はい、続きまして、カンナさんですね。なんかラーメン食いてえな。はい、カンナさんお願いいたします。はい、どうしよう、グレーからって思ってたんですけど、俺に1票返せ。あと1,2,3,4、俺に入れろ、俺に入れろ、頼むから俺に入れてくれ。なんかあれだけど、アトシの腹話術見て。いやー、頼むから後半俺に入れろ、俺がテルテルだ、俺に入れてくれ。後半の3人になんか任せようかと思います。私コンコンさんにすいません、グレーなんで入れます。以上です。俺に入れろよ。はい、続きまして、浅井さんお願いいたします。ちょっとそのテルテルをやっぱとりあえず釣りたくないで、カンナちゃんさっきより釣られて良さそうな雰囲気したからテルテルかもしれないのかなと思ってたけど、まあ、カンナちゃんがその票を増やしたから、まあ、さっきのゲームの俺の時の理論でだからテルテルで釣られたかったら吉谷さんに入れるのかなっていうことで、まあ、テルテルじゃなさそうってことでカンナちゃんに入れます。いいね。はい、続きまして、吉谷さんよろしくお願いいたします。はい、ちょっと村目線で、ごめんなさい、誰かがちょっと忘れたんですけど、あの占いの精査はとんかつさん新浦よりで、浅井さんが、まあ偽なんじゃないかっていう中で、多分僕の位置って、まあ、人狼もあると思うんですけど、まあ、テレテレとかもあるような位置だと思うんです。でそういう意味ではそこにあえて、グレーじゃなくて入れた DD さんは、まず、テレテレではないだろうなと思っています。で、僕はちょっと自分がまあ1票いただいてはいるんですけど、ちょっとあえて入れてみようかな。コンコンさんに1票入れたいと思います。以上です。フルチンで負けるわけにいかないな俺。はい、では最後、コンコンさんよろしくお願いします。ツヤツヤだ、ツヤツヤです。はい、投票 DD さんに入れます。はあ。まあ3人の決戦でいいとは思うけど、まあ、カンナさん、DD さんの中にテレテレがいる可能性もなくはないけど、でもどっちも増やしてるんだよね、投票先を。DD さんは吉谷さんに入れてし、え、そうだっけ、まあいいか。カンナを増やしてないよ。そんな投票先増やさなくていいんじゃないかなと思ったけど、まあ、でもどっちもフラットに見えるから、まあ、その2人から釣ってほしいですね。はい、そうしましたら、カンナさん、コンコンさん、DD さんの決選投票になります。投票順でいきますので、まずは最初は、DD さんから、最終何かお話をお願いいたします。ミュートなしだ。ごめん、今ちょっとミュートなしたんで、もう一回、はい。はい、もう決選なので使用します。騎士です。以上。続きまして、カンナさんお願いします。はい、私 CO も何もないんで、あのテルテル、あ、こうやって言ったらテルテルっぽくなっちゃうかもしれないんですけど、本当に何もないです、役職が。コンコン人なので全然迷ったら釣っていただいて構いません。あの村も終わりませんので、私釣ってもなので、迷ったらどうぞ私に。本当にテルテルじゃないです。以上です。では最後、コンコンさんよろしくお願いします。はい、CO します。ボディーガードです。なんで、カンナさんから行くか、多分、ボディーガード CO するのって人狼か、まあ、本物になるんじゃないかな。だからボディーガードローラーでもいいですよ、どっちでもいいです。はい、お願いします。
そうきたか。はい。まずいな。ということで、カンナさんに投票される方は1。DD さんに投票する人は1ですね。ごめんなさい。DD さんに投票する人1。カンナさんに投票する人が2。コンコンさんが3で投票をお願いいたします。一応 DD ごめん、1一切出してもらっていいですか。コンコンはボディーガードじゃない。はい、それでは3、2、1で、一斉で投票をお願いいたします。3、2、1。目立つ投票できた。はい、ということで、1が2票で、2と3が1票ずつ。ということで、いいですね。はい。では、DD さんに、決定しました。DD さん、遺言を45秒お願いいたします。人狼だったら最高。コンコンさんが、人狼か、人狼じゃないのかな。テルテルなのかな。いいね。まあ、ちょっと僕は、浅井さんが狂人。かなと思っていて、巨人か人狼。浅井さん人狼もあるんだよな。コンコンさんテルテルかなと思ってます。まあでも騎士は、このレギュに関して初日に死んだからといってそこまで影響は大きくはないと思うので頑張ってください。嬉しいな、これで俺噛まれないわ。噛まれるとしたらコンコンだわ。コンコンは人狼じゃなかったと。ということで、DD さんは以降話すことができなくなりますので、画面のカメラの停止とミュートをお願いいたします。それでは恐ろしい夜がやってきます。ブレイクアウトルームに、移動を、ごめんなさい、ブレイクアウトルームごめんなさい、作り直さなきゃな、ごめんなさい、失礼しました。おしっこしたい。浅いカンナ投票だったよね。そうだったっけ。ちょっとだけお待ちください。次の日釣られるためにはどうしたらいいんだろうね。はい、それでは恐ろしい夜がやっておきます。おやすみなさい。おやすみなさい。どうすれば釣られるのか、今日俺噛まれたら最悪だな。これでコンコンが生きてたらマジで人狼っぽいんだよな。人狼っぽくなっちゃうんだよな。で、浅井狂人、コンコンと浅井が多分狂人と人狼のタッグだと思ってるから、そうなるとトンカツが占い師。いやでもトンカツの白先なのか。俺新芽取ってるトンカツの白先が俺ってなんかすごいあれだな。まずいな、釣られ位置じゃないのがまずいな。どうしよう、なんかちょっとかまそう。あ、そっか。おはようございます。おはようございます。全員ごめんなさい、あてさん配信中なのにごめんなさい、なんかチャット今全然大丈夫ですよ、ミュートしちゃったりしてましたが全員いらっしゃいますかね。トンカツさんがいますね。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。本日の犠牲者はとんかつさんでございます。わー、確かおー、そう、悔しいな、マジでこれ、俺の、あ、じゃあごめんなさい、5分間、スタートしますので、議論時間は 5分になります。あ、ごめんなさい、4分になります。はい、じゃあ議論スタートお願いします。カンナちゃんとヨシヤさんに聞いてほしくて、もう2人、あ、でもあれか、狂人いるのかな。あれ待って、とんかつの白先って誰だったっけ。わ、あつし。違う、だからとんかつさんがそうだ、だから二人趣味だ。あのね、あつしくんが狼だったんですよ。なるほど。なんでなんで、あつしくん釣れば、いやいや、じゃおかしいじゃん。だって、いや、とんかつが噛まれたってことは、とんかつが死んだったんですよ。だからとんかつが。とんかつさんがあれしか考えない、あの、裏切り者で、で、リリーさんとコンコンさんって、どっちか、で俺、どう考えても、てるてるだった。でもう釣られに行ったって、コンコンさんが、でリリーさんで終わんのかなと思ったけど終わんないから、俺から見るともうコンコンさんがテルテルだし、でカンナちゃんあれだけ死にたがってたから、あの絶対オオカミはないと思って、でヨシヤさんはもともと白崎もらってたんで、そうすると俺も占いがアツシ君しかなくて、で実際アツシ君オオカミで、だからトンカツさんが裏切り者、リリーさん本物の騎士、コンコンさんテルテル
あとは、で、狂人がトンカツさんだったから、2人が、カンナちゃんとヨシア君が俺に合わせて、アツシ君に入れてくれれば、勝てますっていう。俺は、コンコンさん陣の浅井さん狂人で見てます。あ、自分かな、はい、浅井さん。はい。俺、ちなみに、テレテレじゃないんですよ、うん。そんなことはないと思います。じゃあ、トンカツさん。トンカツさんじゃないですか。いや、あれ別に釣られなくていいんで。今日アツシ君を釣ってくれれば、浅井さんって本物ですか？本物です。だからアツシ君釣れば、いや浅井さん人狼全然あると思うよ。俺目線。浅井さん人狼も全然ありえるんで、浅井さんが自分がテレテレじゃないって分かった時に、アツシさんがテレテレの可能性もあるんですよ。浅井さん人狼だったら。うん。アツシさんごめんなさい、はい、僕ね、あ、うん、僕ねめちゃくちゃ思考浅井さんと同じなんですよ。はいはいはい、だから結構今ほぼほぼロック気味にもコンコンさんてるてるアツシさん人狼に見えちゃってて、昨日の夜から、いや単純に考えてほしいのが、とんかつが噛まれたってことは狼である浅井さんか、まあコンコンさんだと思ってるんですけど、がなんだろう、裏もうほら人数少ないから、裏疑い値が少ないから結構当たっちゃうかもしれないから、で騎士が昨日死んだと思ってるんですよね。で今後さんが生きてるのか、だっておかしくない？だって騎士 CEO しといて生きてるんですよ。ってことはディディさんが死んの占い、今後さん人狼あると思ってます？持ってます？はい。じゃあ俺を何だと思ってますか？狂人です。もう俺を信じてもらうかどうかっていう話。いや浅井さん嘘です、偽物です。どの道、どの道今日浅井さんですよね。なんで？でも俺行くともう次市民がいなくなっちゃう。もう市民チームが俺とカンナちゃんとヨシヤさんしかいないんで、俺釣ったらアツシ君がカンナちゃんかヨシヤさんを食べたら、もうテルテルが勝つかオオカミが勝つかっていう、市民今3人しかいないから、絶対今日行ってもらわないと。でコンコンさん釣ったらテルテル勝ちで、アツシ君がオオカミで、でアツシ君テルテルかもしれないのに、もう俺これだけオカミ出してる俺ってすごく本物じゃないですかっていう。いや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 、あ、とか あれか、どうする、テルテルはあれでもう負けちゃうってことですね。どうするになっちゃう。そうです、だから今日でもう決まります。いや、だから絶対アツシ君言ってくれないと。当然 DD さんです。浅井さん目線、それはありえるかもしれない。 DD さんが裏切り者で、とんかつさんがテルテルって可能性はあるのかな。全然ある、全然ある。あ、それはあるかもしれないけど、結局俺の占いがアツシ君狼なんで、まあ、アツシ君すれば。それもアツシ、とりあえずアツシさんでいいと思う。とんかつテルテル、うん、してください。うん。もうあるから。要するに。いや、ないよ。浅井さん偽物だから、とんかつが本物ですよ。噛まれてる人がもう本物って思った方がいいよ、村の人は。マジで、本当よ。いや、だってわかんないですよ、それは。マジマジマジ。全然教授が。論が終了になります。あれ、ちょっと私からや、やだ。昨日は、これ釣った人からですよね。釣った次の人からですよね。なんかいつもそうだったりします。かんない。はい、そうしましたら、すいません、皆さんミュートにさせていただいて、かんなさんから、順に、かんなさん、浅井さん、あつしさん、あ、ちょっと待って。カンナさん、浅井さん、吉谷さん、コンコンさん、アツシさんの順番の投票になります。では、カンナさんから45秒よろしくお願いいたします。投票は、アツシに入れます。とんかつが噛まれて真の可能性も確かにありますが、でも、まあ、そのとんかつの城先であるアツシが人狼の可能性もあって、本物に見せるために噛んだっていうことも全然考えられるし、浅井さんの、まあ最初ちょっと狂人かなってちょっと見てたんですけど、分かんない以上です。白い発言してこう。はい、それでは続きまして、浅井さんですね、お願いいたします。もう狼を見つけてるんで、アツシ君行ってほしいし、そう今回テルテルいるんで、テルテルかもしれないところにずっと黒出してるのを許可してほしいし、今日で釣らないと負けますんで、で入れます。アツシ君に入れました。はい、はい、
では続きまして、吉谷さんよろしくお願いいたします。あ、投票順がいい感じ。難しい。もし浅井さんが狂人だった場合、僕は市民なので、でもつられに行ってる人がいないんですよね。そうなると僕コンコンさんめっちゃてるてるに見えちゃってるけど、これてるてるつられないと負けなんですよね。あつしさんてるてるあんのかな。僕ちょっとコンコンさん人狼とも入れます。コンコンさんに1票。はい、続きまして、コンコンさんよろしくお願いいたします。そうだな。いいね、コンコンさん俺に入れるしかなくなったね。そしたら、あ、もう決めちゃいます。あつしさんに入れます。理由としては誰かが自分のことをテレテレに見えてるって言うんですけど、それはないですよ。自分は、位置的には、市民、ボディーガードか、人狼しかないですよ。だってテルテルだったらあそこで使用しないですもん。そうすればカンナさんと自分で2択で行けたのに、だテルテルでは絶対ない。で、DD さん落ちてるから、DD さんテルテルじゃなかったから強靭なんで、いやいや PP もないんで。嬉しすぎる。あ、アテさんです。へこんだふりする。はい、それではアテさん投票を、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。はい、あきさんお願いいたします。もう決まっちゃったんだけど、多分コンコンさん人狼なんじゃないかな。吉谷さんとカンナで言いたい。今日俺をてる、うん、違う、人狼でロックしてみて黒田されたかって、とんかつが真なんですよ。浅井さんどう見ても狂人だったと思うし、殺された DD さんとかも浅井さんを狂人だと思ってるって言ってたから、その浅井さんの言う声守ってほしかったかな。ちゃんと浅井さんじゃないや、 DD さんの言ってることとかもちゃんと踏まえてほしかったかなって。で今日俺釣られて、で俺人狼じゃないんですよ。で浅井さん狂人で、コンコさんがもう人狼だから明日パワープレイで負けるんですよ。吉谷さんとカンナは村だと思ってますよ。でも騙されて負けます。俺人狼じゃないんです。以上です。コンコさんに入れます。コンコさん、コンコさん人狼だと思います。はい、はい、では3票ということでアツシさん遺言をお願いいたします。はい、もう 100% いっときます。明日コンコンさん死にません、浅井さんも死にません、カンナとヨシアさんどっちかが噛まれて PP で負けます。アツシが人狼じゃなかったっていう悔しい顔の配信をします。ヨシアさんかカンナさんの。以上です。はい、ということで恐ろしい夜はやってきません。あざまえ、てる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 でーすパパ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 ー泣き倒した。他にいなかったんだよ、てるてる。だから途中でやべえ、あいつてるてるだって思っちゃった。そうですよね。だから僕はコンコンさんに入れたんです。やったー。でももう俺カンナってるってる。答え合わせしましょう。はい、答え合わせしましょう。はい、まずは人狼だーれだ。あ、浅井さんか。浅井さんか。はい、浅井さんなんだ。狂人だーれだ。だからここてるてるじゃなくて。DJ さん、コンコンさん村。マジか。狂人誰？ DD さんだって。狂人 DD です。DD さんか。占い誰だ？はい。ね。とんかつ。はい。騎士誰だ？あえ、騎士か。はい。てるてる誰だ？はい。イエーイ。やべえ、嬉しい。言っときますと、本当にランダムで阿弥陀くじでやった白が、あつしさんに出ました。そう、俺聞いたんですよね。これランダムでやりましたって、阿弥陀くじも見せてもらったの。本当にランダムで俺が食べてるんだったの。めっちゃ嬉しい。やった。ギャル誰だって来てます。ギャルは誰だったんですか。ギャルはマスターでした。ギャルやっぱ今回も SG さんだったらしいですよ。もう全然勝てない。やべ、嬉しい。てる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 気持ち。すごいな。